こんにちは、ヨガ数秘学のマダムゆこです。この動画は7月生まれの人が気をつけた方がいいキーポイント3つについてお話をしていこうと思います。ヨガ数秘学っていうのは誕生日の数字を使ってその人のことを読み解いていく、そういう教えなんですけれども、生まれた月の数字っていうのがあんまりその人にとって良くないっていうふうに考えるんですね。これレッスンナンバーっていうふうに呼んでるんですけれども、7月生まれの人はレッスンナンバー7で、7っていう数字に注意してねっていうのがあるんですね。なのでこちらではどうやって注意をすればいいのかっていうことですね。それをお話をしていこうと思います。これはね、具体的に言うとね、3点あるんですね。まず一つ目が喋るということなんですね。で、7っていうのはコミュニケーションの数字なので、話をするっていうことはすごい大事なんですね。ただ、7月生まれの人に気をつけてもらいたいことっていうのは、喋る時に自分が本当に思ってることとか、言いたいこととか、伝えたいと思ってることが言えているかどうかを常に確認してほしいなと思います。なんかのうまく言葉はこう出てくるんだけれども、言った後に、あ、でも実はこれ言いたいこととちょっとずれてたよなとか、そういうことじゃなかったんじゃないかなっていうふうに思わないように、こう言いたいことっていうのを常にこうストレートに言えるように、意識してみるといいと思います。どうしてもその、本当に言いたいことと、言ったことの間にこうギャップが出やすいっていうのが7月生まれの人の特徴なんですね。ですからまずはその喋るっていう時に、それを注意するようにしてください。あともう一つはやっぱりね、そこでうまく言えないからといってこう諦めないことですね。そこで秘密主義にならずに、こう言いたいことをこう言えるようにちょっと努力が必要なのかもしれませんが、そこでちょっとね頑張っていくっていうところが大事かなと思います。そして2番目のポイントなんですけれども、次はね、黙るなんですね。7っていうのはこう喋ることも大事なんですけれども、同時に黙っている時間っていうのも同じぐらい大事なんですね。ですからこう喋りすぎたなと思ったり、こううまく言葉が出ないなとか、言いたいことが言えないなと思った時にはもう黙ってください。で、この静かに黙って沈黙をしている時間でこう自分のことが分かってくるっていうことがあるんですね。ですからこう喋るっていうのと黙るっていうのをセットにして、で、黙りすぎたら喋る、でも喋りすぎたら黙るっていうところ、そこのバランスをうまく自分の中で取るようにしてください。はい。で、その、次ですね、3点目なんですけれども、一人の時間を持つ、これもねすごく7にとっては大事なんですね。7の特徴というのは、周りからの、気っていうんですかね、エネルギーみたいなものをすごく受け取りやすいっていうところがあるんですね。例えば人混みの中にいたらもうそこにいるだけで疲れちゃうとか、こう苦手な人と一緒にこう同じ部屋にいるだけでもうクタクタになっちゃうとか、そういうふうにこう周りからのこう空気感みたいなものにすごく影響を受けやすいっていうところがあるんですよね。ですからそれをこう遮断してこう自分のこう内を浄化する時間っていうのが絶対に必要なんですね。それなので一人の時間を必ず定期的に持つようにしてください。別に一日中とかじゃなくてもいいんですね。ただ一人で周りの人からこうごちゃごちゃこう言われないような、周りのこう人のこう空気を感じないでいいような、そういうこう場所を持っている、そして時間をこう取るということが大事ですね。これはどこでもいいです。自分がこう安心感を感じられてこう安全だなというふうに思える場所であればどこでもいいんですね。からもしかしたらそれはカフェとかかもしれないし、映画館かもしれないし、美術館とかそういうところかもしれません。自分の中でここに行ったら安心できるし、こう自分のこう内側をこううまく浄化できるなと思うような、そういう場所を持っていると7っていうのはすごく安定してくるので、そういうところに注意されるといいかなと思います。
はい、ということで、子さんというお話をしました。こう喋る、そして黙る、そして一人の時間を持つということですね。ぜひ7月生まれの人には大事なので、ちょっと意識してやってみるようにしてください。はい、ヨガ数秘学なんですけれども、常に仲間を募集中です。7月の31日にも、8月1日にも講座がありますので、ぜひそちらもいらしてくださいね。私はこのヨガ数秘学っていう本を書いたんですけれども、こちらもいらしてくださった方にはプレゼントしています。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。講座でお会いできるのを楽しみにしています。マダム優子でした。